コーチングにかかわらず、メタ、コミュニケーション。まあ上位でもいいし、下位でもいいんだけど、今やってるコミュニケーションとは、コーチとクライアントがコーチングしてますよね。で、クライアントがペラ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 喋ってて、コーチが主導権を握れない。で、多くの人が縦関係になっちゃうか、下手になっちゃって、相手の言うまんまになっちゃう場合が多いんですよ。自分が明らかに上司部下関係とかね、父と子関係だったら、そろそろやめろ、次にしろ、みたいなこう言うんだけど、横ってやる人、横じゃなく、実は下になっちゃって、これ、コーチ、カウンセラーによくあるのは、まあ、マネージャーでもそうですね。他の話を聞いてあげようとか、傾聴してあげると、よくあるのは、聞かなきゃ聞かなきゃと思って、ペラ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 喋ってる前に、コントロール感ないまま喋って、コーチ、クライアント、コーチ、カウンセラー、上司側は、こんだけ喋らせてあげてるから、相手が相当スッキリしたかと思いきや、結局なんか、何にも変わんねえじゃんみたいに。もうぶっちゃけお前が勝手にペラペラ喋っといて、俺のせいにすんなって言いたくなるんですよね、これね。で、向こうは慣れてないんですよ、普通は。カウンセリングやコーチングや上司がそんな寄り添ってきて慣れてないので、この上司とかクライアントコーチとか上位の関係の上からメタ認知で、今お話しされてるのを続けますが、なんか今日ね、何を話したいですかって話したいところをちょっと聞いておきたいですね。もしね、何話したいかわからなかったら、今日ね、話聞くことに徹しますか、解決したいで、解決したいです。ずっと話してたら、いや、これ、こんなペースでやったら、この人話して終わっちゃうなと思ったら、もう一回、自分の席から立ち上がって、メタ認知で、どうも、なんか今日話聞いちゃった方が、おっしゃってた解決に来そうだと思うんだけどって、メタ認知で提案する。これ、上から目線ではなく、メタ認知で提案する。確かに、すぐ解決すると思ったけど、これ相当溜まってるみたいなんで、聞いてもらった方がスッキリして、解決できそうですね。認識したら、初めて、今度は迷わず話してるし、話し終わった後も解決しなくても、あんたのせいではなく、ちょっと今日スッキリしました。ちょっと次回ぜひ楽しみにしてます。これ、すごく大事。横の関係だからこそ大事です。実はこれ、ファシリテーションにもすごく大事なポイントで、ファシリテーションの難しいのは、仕切ってしまって、こっちがこうしようってやってしまいがち、上からです。もしくは、下手に出ちゃって、混沌としてる状態になるんですね。ファシリテーションのポイントは、自分も人の仲間として話し合ってるとき、もう混沌としてたら、ちょっと皆さん、こんな意見、あんな意見、あんな意見出てるようなんですけど、こういうふうに進めるか、こういうふうに進めるか、なんか先に決めた方が良さそうなんですけど、どうですかと提案して、A がいい、B がいい、A がいい、A がいい。かなり A がいいそうですけど、どうしましょう。あ、じゃあ A でいきましょう。じゃあ、始めていきます。こんな風に、メタ認知で自分と相手とのコミュニケーションを見るっていうのをやります。ただし、奥さんや子供とやると、キレられますから気をつけてくださいね。あんた何だと思ってんのみたいに怒られちゃいますから。奥さんや、妻、子供は正直ベースがいいですね。確かに俺も心理学学んで変なステートとか技を使っちゃってるところもあると。お前は最近俺のこと変だと思ってるかもしれない。でも、お前との関係良くしたいから、ちょっとうさんくさいスキルだけど、頑張ってしてるんだとか言われると、ちょっと、なんだ、私と関係良くしたいから頑張ってんだっていうと、受け入れなんだけど、上から目線で、このまま夫婦喧嘩を続ける、それとも仲良くする、どっちにするって言ったら、切れられますね。お前だよって言いたくなるんで、奥さんはね。はい、私ですみたいにちゃんと言ってあげる。それでもなんでやりたいか。全然違うの分かりますね。はい。これが、コーチングの場合は、ワークタスクだったり、フレンドシップタスクなんですよね。ラブタスクは、その俯瞰目線はかなり切れますね。チャンネル登録お願いします。次回の動画で会いましょう。